はい、どうもです。では HD リマスターやっていきましょう。バイオハザード、はい、よろしくお願いします。じゃあこれ第2回目ですね。1回目はね、もう結論としては何も進まなかったっていうね全然進まなかったからね。もうマップで言うと、もうほんとなんかすごい狭い範囲をねちょろちょろっとやっただけみたいな感じだったので、今回ちょっと頑張って進めていきたいですね。ただ前回の感じだとね、めちゃくちゃ難しいというか、弾11発ってもゾンビ死ななかったですからね。で、まあちょっとね反省しましてですね、要はねあれなんですよ、普通のそのゲームのホラーゲームのその最近のゲームの気分でやってはいけないっていうことなんですよね。つまりですね、まあゾンビとまともにやり合う必要はないと、やり合わない方がいいんですよきっと。なのでゾンビも無視しながらね、なるべくこう避けて進むっていうことをやっていきましょうかね。正面からやり合ったら本当になんかね、キリがないというか、シャレになんないというかね、こんなに強かったかなって感じなんだけどね。おい、ちょ、いるじゃん、いきなり。え、これどうする、どうする、そこのドアは、あ、ちょ、間違えた。ここは、あ、ここダメなんだ。あいつ見てんな。ちょっとこっち行きましょうか。あ、これ取ってなかったっけ。はいはい、これまだ見れないんですね。なんかないかな。こっち行くや、合ってるかな。わっ、やだね。あ、ちょっと見ました、ジルさんの胸がちょっと揺れますね男性の方にサービスです。わっ、ちょっと怖っ。わっ、これはちょっとなんかいそうな雰囲気がすごいよ、これ。あ、これマガジンじゃない？やった、来た。弾来た。いや、なんかいそうだな。あ、おい、ゾンビいた。あれ？これ死んでる？えい、お客さん終電ですよ、お客さん。あ、これ死んでんな、これ死んでる。よしよし。お、グリーンハーブ。来た。ちょっとアイテムがこれ整ってくるとすごい安心感があるね。よし。ちょっと弾込めとこね。敵が死なないとはいえ、ひるむぐらいのことはあるからね。ナイフとか持ってる場合じゃないんで。音が全くしないんだよね、これ。ってことは、ゾンビはいないってことだと思うんだけど。もう全くマップ覚えてないからな。このドアの先の恐怖が半端じゃない。道覚えてないからめっちゃ怖え。えい！あ、目の前なんか転がってる。これ、起きそうじゃない？あ、起きないんだ。なんかいる。あ、違う、ゲームをやめるじゃない。ゲームをやめるほどはビビってない。あ、見えた？ほら、奥の鏡見てください。いますよ、ゾンビが。ほら、ここの角にいるね。ほら、痛い。あ、でも気づいてない。あれ？こっちの手前にもいるぞ。うちね、スピーカーがね、こう、なんていうの？あ、ちょ、ハンドガンの弾あるじゃん、下に。場所がわかるんだよね、音でちゃんと。あ、そんな近くにいた。ああ、ちょ、これ入れる？あ、いけた。噛まれたー、早速噛まれたー。あんなわかるかー。あ、なんかいる、ゾンビいる。ゾンビいる。あ、ちょっと、近い。あ、見えた？宝石見えた？ほら、右の像が持ってる。これ覚えてる。ここ覚えてる。あ、なんかあった。なんかこれ。ナイフ。あ、ダガーナイフ。オッケー。お信用ですね。じゃ、さっきの噛みつきでどう？体力、ま、ミディア、なんか、ちょっと危険ぐらいになったね。これね、知ってる。これ押すんだよね、こうやって。これ。でね、落とすんだよ。ここに落として、宝石拾うの。これ知ってる、これ。えいっつってね。これ覚えてる、さすがに。ちょっとゾンビどこいる？いてるわ。
やー、やだ、やんないよ、これやらないよ。多分そこのでかい扉出ると、玄関に出ると思うんだよね、大広間に。ここ飛び降りれないよね、無理か。なので、玄関出れるかな？鍵閉まってるかな？ここは何？ここダメなんだ。変な紋章。出さして。出るから。あ、いけない。これで、とりあえず宝石を拾いましょうか。落ちた。うえいうえい！逮捕する！よしよしよし。これで、下行って。あ、これ犬いるんだっけ？あ、犬いねえわ。犬解き放ってない。絶対開けねえもん。絶対玄関開けねえ。もう戦わない。非戦闘が大事。ゾンビ強すぎ。あ、いいね。あ、アイテムいっぱいか。やべえ。じゃああれ使いましょう。ハーブ使おう。やばいな、インベントリがパンパンになってきた。次どこ行くんだろうな、これ。ちょっと地図を見て、鍵らしきものは取ってないもんね。この矢と宝石どこで使うんだろうな、全然わかんねえな。どこだろう。右、あー、どこだろうね。ちょっとわかんないな。このサイドの扉ダメだしね。ん？あれ？これも扉？これは閉まってる？あ、これは開いてるかな？青かな？ちょっと入ってみよう。あ、なんかでも、やばそうだな。え、なに？なんか今、あ、上の虫だ。え、ゾンビいる？ゾンビいる？あ、いるゾンビいる！ゾンビいる！どこ？あ、いる。目の前にいる。これいかん。こっちに寄せて、ういはい、バカー。はい、バカー。お前バカー。よしよしよし。あ、いっぱいいる。なにこれ？あ、矢じゃねえ、あれ。え？天使の絵が彫られた墓がある。矢尻部分にくぼみ。あ、ちょ。え？矢尻？これ矢そのものなんですけど。え、どうすんのこれ。あ、取れる！よしよし、これだ。どうすんの。さ、はめ。急いで。あ、あれ、なにこれ。あ、使うの。わかったかな。使う。ガチャコ。なんか俺、これ、合ってない気がするんだけど。これ、なんか、これすごいなんか、そんな最初の方で行く感じじゃなくない？え、怖い。え、ちょっとこれなんか、なんか絶対これ、なんかこう、え？館こんなに序盤で外に出たりしたっけ？え？なにこれ？目に穴の開いた石像。目、鼻、口に穴が開いた石像。鼻に穴の開いた石像。口に穴の開いた、どういうこと、何これ。え？こんなのやったっけ？全然覚えてない。え？あれ？なんか、これなんか、絶対おかしいよね、これ。え？これ、え？こんなのあったっけ？呪いの書？何これ？てかさ、上になんかやべえのあるよね。棺みたいなやつ。なんか出てきそうだけど。え、これ何？これ何？これ。こんなのあったっけ？あ、なにこれ？鍵？鍵だ。館の鍵。どこの鍵だろう？え？何？呪いの書。呪いの書。誰かにあったメッセージが記されている。4つの仮面、すなわち口なき仮面、鼻なき仮面、目なき仮面、3つすべてなき仮面。すべての仮面が揃うとき、災いは再び蘇る。ああ、災いってどう見てもこの上の
じゃあ、読み返さないですよ。読み返して俺なんともないでしょ。ゾンビ降りてきたらどうする？一方通行だよ。めっちゃ来てる。めっちゃ来てるかな。めっちゃ来てるかな。あれ？あれ？あれ？ナイシャン、ナイシャン、ナイシャン。ナイシャン、ナイシャン。来れない、来れない、来れない系？来れない系？来れない、来れない。来なくていいよ。来なくていい。ちょっとこのカメラ無理、このカメラ無理、このカメラ無理だ。ちょっとちょっと。あー、これもうマジでマジで。あ、帰った帰った。あれ？これもしかして、これもしかしてこいつらここ入ってこれないんじゃね？これ入ってこれないんじゃね？でもさ、この角度で戦うの無理じゃない？これこの角度で戦うはちょっと良くない？ねえねえ、これ、あ、おい、お前ら、お前ら、おい、お前ら、お前ら、おい、あ、やべえ、これ来ちゃうんじゃない？これ、ちょ、おおおおおおい、おいおい、あ、ちょっとこのジルちゃんいるよ。ジルちゃんいるよ。ほら。ほら。ほら。おいしいよ。おいしいよ。ジルちゃんおいしいよ。ほら。いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい。へい、いらっしゃい。あ、いいね、いいね、いいね。これやった？やった？やった？やったんじゃね？やった、やった、やった、やった。よし。ついでにこっち見ていこうか。え？こんなさ、なんか、え？なんか外に行く感じあったっけ？あ、なんか拾った。なにこれ？なんだこれ、ショットガンかグレランかなんかの弾に見える。持ちたい持ちたい、あー持ちたいよー、持ちたい、これ持ちたいなー。でも捨てらんねーしなー。これハーブとさ鍵とか合体しない？無理かまあ、いつか取りに来ようぜ。覚えとこね。俺覚えとくとか無理だな。え、なにこれ、どこなのこれ。こんなとこ記憶ないな。これリメイクの、多分リメイクのマップだよね。多分プレステ版にこのマップないもんな。あったのかな何にも覚えてない。鍵取ったからどっかが開くようになってるはずなんだよね。でもちょっと待ってよ、この鍵は一体何の鍵？調べる。剣だ、剣のマーク。剣って結構いろんなとこに剣の鍵、どうこうってあったよね。これ一回セーブしようか。ね。あ、でも、これ我慢した方がいいのかなー。雷が。いやー、なんかちょっと嫌な予感するんだよなー。これしんどいなー、これ。死ぬとめちゃめちゃ戻ると思うとな。ここやったよね。だから、ここね、ここ確か剣の鍵だったよね。やっぱり、ほら。ああ。はい。あ、ちょっとこの角度ダメ。え？ちょっと耳を澄まそう、耳を。ゾンビいる可能性あるから。あ、押せた！え？押せた？押せた？あれ？押せた、押せた。あ、なんかある、下に。ダガーナイフだ。あ、なに？あ、あ。これね、覚えてる俺。これ、犬出てくるよ。犬。犬、犬。犬出てくる、これ。知ってる。この辺の廊下で犬がね、ぐわーって来たの覚えてる俺。これ押せる？これ押せないな。犬来たら逃げよ。あそこの扉に走り込もう。戦わないか、絶対。なにこれ？あれ？押せねえ。なんだこれ？あれ？これ押せるやつじゃない。あれ？こっちは？あ、押せた。これなんもないかな？なんもない。あ、あったあったあった、ハンドガンあった、ハンドガン。うわ、すげえ！弾めっちゃある！これちょっと撃っていこう。やばい！ちょっと不豪になってきた。死にたくないな。死にたくない。あ！え？ちょっとカメラ目線。カメラ目線。ジルちゃんだよ。え？夕日に浮かぶ館の絵。なにこれ？開いた。ちょっと待って、ちょっと待って。こっち？あれ？入っちゃった。ノーゾンビ、ノーゾンビ。え？え？あ、ちょっとなんか、
これ、この中絶対ダメだ。あまり手入れされていない。これ触って大丈夫。汚水が溜まっている。線を抜きますか？抜いちゃうよ。抜いちゃうよ。ちょっとなんその意味深な感じ。意味深な。離れて、水から離れて、水から。ほら！ほら見ろ！ほら出た！撃て撃て撃て！なにこれどうすんの？あれ？痴漢！あ！すげえな。ハンドガン11発、ナイフ10発刺しても死なないゾンビを蹴り一撃で殺した。ちょ、ジルちゃん、それ蹴り技使っていこうよ、どんどん。あ、なんだこれ。あ、ダガーナイフ、いいね。全員蹴ろうぜ。その必殺のマグナム級キックで全部倒していこうよ。こんなあったかな？ないよね。これ多分リメイクの演出だよな。え、なにこれ。あ、どっから来たっけ、これ。こっちだ。ちょっとこっち、チラッと見てきていい？ちょっと耳すまそう。ゾンビいねえな。いねえかな。声はしないな。いやー、ちょっとまあまあ、なんかこう、近場から漁っていこうか。ね。やっぱあんまなんかこう、先行っちゃうと、わけわかんなくなりそうだ。なんかすげえな、この扉。え？外出た？あれ？外出ちゃった。え？あ、犬がいるかも。犬がいるかも。あ、犬が外にいる。はい。させるかな？させるかな？えい！俺らクソ犬。えい！えい！無理。あ、いる。ほら、見て見て、ここにいる。ほら。させない。あ、当たってんのにゃ、これどう見ても。さすがに無理か。なんかすげえ入ってきそうなんだけど、そんなことねえかな。台車、ツタが絡まってる。わ、アイテムがもう持てないわ、全然。あ、グリーンハーブいっぱいあるけど、持てない。ダメだね。持てない、持てない。ちょっと後で来ましょう。犬めっちゃいる、中に。危ねえ、危ない、中にじゃない、外にいる。ここはじゃあ薬草ゾーンですね。ちょっとここ覚えておこうぜ。マップで、薬草ゾーンは、ここか。オッケーオッケーオッケー。あ、オレンジのとこだね。外側に出たとこ。オッケー。覚えた。はず。こっちは、まだ調べてない。一個一個入ってこうね。え？何？え？あ、なんか絵が。なんの絵だこれ。え？なんだろうこれ。なんか、なんかちょっと気持ち悪い絵だな、なんか。なんか、体のバランスがおかしいね。これ、キャプテン翼みたいな。頭ちっちゃくて体でかい。あ、インクリボンだ。イェイ。あ、ショットガン！あ、嘘！取りたい！ショットガン取りたい！ショットガン取らせて！ショットガン取りたい！あー、やばい！マジでマジで？ちょ、取り来る？取り来る？え、あ、でも倉庫がねえんだ。倉庫がない。どっかに倉庫あんだよ、これ。取り来たい！やばい！ショットガン欲しい！アイテムが、重要アイテムが、ゴリゴリにあった。ここはね、どここれ？ちょっと入ってみる？あー、箱だな、箱。アイテムボックス見つけないといけない。アイテムボックスどこだ？結構遠いのかな？あ、なんかすぐ出てくる雰囲気じゃないぞ、これは。これどこ？これ。
ああ、見えてるね。一番、あ、もう扉一択だ。手前の扉以外は全部行っても閉まってるね。OK。ここだけ入れる。いやー、ちょっと箱が欲しい。あ。あ。いる。ゾンビいる。ゾンビいる。ゾンビいる。尻抜けろ。これ銃でやろうか。そこに、そこ扉ある。よし、当たった当たった。死ぬのこれ。うわ、いっぱいいる。あ、いったいった、頭いった。おっしゃい。ここは？あ、これ、これね、多分ね、アイテムボックスあるよ。なんかね、階段のこの下の部屋みたいなところにあった気がする。どう？あ、これ違う？あ、来た来た来た、よっしゃよっしゃ。あったー。あ、しかもスプレーとインクリボンが入ってる。すげえ。やばい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 。一気にゲームがまともに進む雰囲気出てきたよ、これ。ちょっとこういうのしまって。インクリボンも今手元的にはいらない。あ、ちょっとセーブだけ今しようか。セーブそこにあったよね、今ね。安全ゾーンで安全ゾーン。なにこれ？あ、ランタン。はい。これなんだ？携帯用燃料ボトル。ほう。あれなにこれ？灯油はまだ十分に残ってる。ボトルに移しますか？ん？なにこれ？燃料どっかで使うのかな？使う。よし。ちょっと進んだ。ちょっと進んだぞ。ちょっと1回目に比べたらだいぶゲーム進んでんじゃないこれ。今んとこ死んでないからね。戦わない。大事。今戦ったけどね。でも今ラッキーで頭に当たってクリティカル入りましたね。やったー。エイムできないんだよな。頭狙って撃つってできればさ。ちょっとその技術の差が出てくると思うんだけど。こういうのちょっとしまいまくってさ、アイテム取りに行きましょう。ね。じゃあこれちょっとアイテム取ってきますね。きっとね、早送りとかしてるかもしれないですね。これは。焦げ臭さが。あ。なんか、上がったな。俺、これ、これ知ってるわ。これね、ごめん、これ知ってるわ、俺。ごめん、俺これ知ってる。これ知ってんだ、俺。これ、これさ、この隣の部屋あったじゃん。これ、多分ね、トラップの部屋なんだよね。で、これ持ってね、出るとね、多分、厄介なことになると思うんだよね。じゃあ、そのシーン見てみようか。セーブしたから多分ねそうだと思うんだよね。ほら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 、キャー、これ来た。死んじゃうと思うんだよね。これ無理だと思うんだよね。ほら開かない。ほらほら、ごめんねジル。あれちょっと、あれどうなってるの。わざわざこんな入れたんだ、死ぬシーンみたいな。バリー助けて。あ、バリーがいる。いるのか。バリー助けて、ドアが開かないの。下がってろ。おお、へえ、ジル編だとこうなるんだ。へえ、そうなんだ。知らなかった。バリー危ないとこだったな。ありがとう。もう少し遅けりゃサンドイッチになってたぜ。本当ね、助かったわ。でもさっき戻って食堂を調べるって言ってなかったっけ。助かったけど、なんでここにいたの。いや、何、少し気になるところがあってな。それより迷子のウェスカーとクリスの捜索に戻ろう。ありがとうバリー、
借りができたわね。気にするな。これね、クリスの場合はショットガンのね、なんか代わりのアイテムみたいなのをね、あそこに引っ掛けないとね、確かダメなんですよ。だったはず。なんかいくつか草あったよね。おら、クソワンコ、お前らかかってこいよ、おら。よいしょ。おおどど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 、本当に来た。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おどど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 、違う違う違う、そういうことじゃないよ、そういうことじゃないのよ。仲良くやっていこうよ、仲良くやっていこうね。ちょっと待って、ちょっと待って、アイテム全部拾わして。ザアイテム、アイテム拾おう、アイテム拾おう。よしよし、はい。でね、でちょっと待って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 、よしよしよし。あとペディグリーチャームあげるからね。はい、ちょっと待って。これ何、これ灯油、灯油、あと灯油とかどうでもいい。あ、ボイラー、あ、やばいやばい、これ火、火、あ、ちょちょちょ、植物用の焼け取った。逃げろ、逃げ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 、やめて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 、よしよしよし。はぁ、やっぱ入ってくるんだ。が、よし、ちょっと、ショットガンの弾とか、ショットガンの弾。あれ？ちょっと待って、インベントリ持てる？あ、無理だ。そこ入れてこよう。ショットガンの弾取って、うわ、来た！あー、もう！やばいやばい、やばいやばい。あ、嘘嘘嘘、2匹、2匹、2匹。おー、とと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 、おととととととと。2匹かよ。あれ、これ、原作も2匹だっけ？あー、もうそこ通りたくないよー。一気に通りたくないよー、もう。お？バリ。おお、ギルか。すんだ。手がかりはあったか。腐った奴らが歩き回ってる以外ないわ。ここも安全とは言えんな。脱出経路を確保しといた方がいいだろ。どこかに裏口があるはずだ。じゃあまた別れて探しましょう。おい、ちょっと待て。これを見つけたんだ。なになに。硫酸なんだ。これがあれば腐った奴らも真っ青だ。取っとけ。必要にならなきゃいいが。これちょっとでも邪魔なんですけど。心配するな。俺にはこの相棒がいるからな。なるほどね。それじゃあありがたくもらっとく。じゃあな。またね。ショットガンの弾って降りてきたのに、これ邪魔なんですけど。途中に犬いるんですけど。あー、もうマジかよ。薬飲む？めんど、これもったいねえな。マジで？もったいねえ。飲むか、飲むか。もうバリーのバカ野郎。くっそ、飲んでやる。よし、なんとかなるだろう。なんとかなるなる。さて、一回箱まで戻るかね。これめんどくせえっていうか、厄介極まりねえけど、これ持ってたらだってこの後アイテム見つけても何にもできないしね。もうこれ一方通行なんだよな。やだな、これ犬掃除しよっかな。犬やる？まあ、避けてみるか、試しに。おい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 、斜め、よし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 、おー、いった、よし。あー、よかった。犬の反応が遅くてよかった。あいつらが臨戦態勢に入る前でね。あれ？ここ今なんかでもあれだよな、この倉庫の上の階にゾンビ2匹いたけど、なんか上行けそうだったよね。ちょっとそこ行ってみようかな、試しに。あいつらやんねえと多分もう無理だよな。
銃の弾はいっぱいあるから多分なんとかなるね。さすがにあの狭い廊下避けて通るはちょっときつそうだからやるしかないだろう。よし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 、財産がバリーが渡してきた。このねショットガンの弾も一旦しまっとこうかな。何使うか分かんねえってとこなんだよな。なんかこの辺も使いそうだね。どっちかだけ持ってようか。こっちだけ持ってる？どっちだ？まあいいや、分かんねえ。ちょっとね、なんていうかアイテムをなんかこうちょっとずつでも管理する感じとかハラハラ感とかやっぱりいいですね。面白いこの感じ。バイオをやってるって感じがする。この感覚どんどん失われてったからね。ファイブはただの無双ゲーだから。よし、はい、じゃあねここで一回区切ろうかなと思います。この後もよかったら続きを見てください。今回は割とね、だって死なずにガンガン進んでるので順調です。1回目に比べたらだいぶはい、じゃあこの後もよろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあまた見てね。バキューン。